マーラ・ウィールソンはアメリカ合衆国の女優。カリフォルニア州出身。1987年、カリフォルニア州にて5人兄弟の長女として生まれる。TV 出演をしていた一番上の兄に刺激を受け、4歳頃から同じエージェントに所属し TV の CM に出演。6歳の頃、ロビン・ウィリアムズ主演のコメディ映画、ミセス・ダウトのオーディションに合格して映画デビュー。 1994年公開の34丁目の奇跡への出演のほか、TV ドラマにも多く出演して名古屋として、なお知られるようになる。映画初主演作となった1996年公開のコメディ映画マチルダで、主人公の天才少女マチルダ役を演じ、1997年度ヤングスターアワードの最優秀コメディ部門の女優賞を受賞した。 また、同作は、同年の2月に、日本公開されており、天真爛漫な可愛らしい容姿と、豊かな演技力で話題を呼んだ。2000年公開の、機関車、トーマス魔法の線路を最後に、映画への出演は途絶えており、2012年頃に、舞台に立ったり、ボイスオーバーの仕事を受ける、可能性はあると前置きした上で、映画俳優として活動する意思がないことを公に、した。 その後は主に作家としての活動に専念しており、脚本や小説などを執筆している。2013年、子役デビューから引退までの裏側を綴った、ジデンボン、ウェアアム、アイナウ、トゥルーストーリーズ・オブ・ガールフード・アクシデンタル・フェームを出版した。2015年、15年ぶりに女優業に復帰し、アメリカのコメディドラマ映画、ビリー・ボブ・ジョーに出演した。2016年に、 自身のツイッターにて、自身の性的思考について言及し、前は大体ストレートと自認していたけど、最近はバイセクシャル、クイヤという分類を受け入れていると語った。2017年にファッション雑誌、L に寄稿し、自身の体験を引き合いに出して、子役たちが性的に搾取されているとして、警鐘を鳴らした。 1997年度、ヤングスターアワード最優秀コメディ部門女優賞、マチルダ・マチルダ役。ありがとうございます。